お願いします。はい、お願いします。はい、それではね、先ほどの続きということで、今度は前傾一級のね、消防簿記会計学の中から、建設業に関係する2問だけあるんで、それをちょっとやっていくということにしていきたいと思います。で、ね、さっきも言ったんですけど、タイムテーブルね、特にタイムテーブルの作り方がすごく大事で、それをマスターね、していただくと、建設業に行くのスムーズに解けるようになりますからね、タイムテーブルをね、マスターするようにしてください。はい、ではいきますね。最近ちょっと2問変えちゃいますね。187回、前傾1級ね、の商業簿記なんですけど、第4問です、これ。第4問ね。これがまず一つ目です、ね、でもう一つがこっち書きましょうか。189回ですねの第2問です。これはね、第2問ねの3番目です。仕分け問題ね。ということでこの2つだけになります。この2つだけですね。でこの2つをやるにあたってね、さっきまでその1のね、話の知識が必要なんですよ。ね、うん。いいですね。じゃあ、早速ね、ちょっと見ていくんですけど、そやな、さっきこっち行きますね。こっち。これすぐ終わっちゃうからね、うん。こっち行きます。で、メインこっちです。これメインね。これがタイムテーブル書くっていうタイプのやつなんで、これをしっかりとマスターしてほしいんですよ。下書きの作り方ね。うん。タイムテーブル書きますから、あと10分。ね、はい。で、それがそのまま建設業検視2級でもね、通用する下書きなんで、ね、これをしっかりとマスターしてほしいです。はい。じゃあまずこっちからやっちゃいましょう。はい。じゃあいきますよ。まずね、ちょっと問題文一緒に見ていきましょう。ね。189回の第2問ですね。を出していただいて、喋っていきたいと思います。はい、じゃあいきますね、まずね、189回の第2問の3番目ですけど、ちょっと問題文の方も一応確認しますね、当社は、当期収入、はい、価格確定契約により請負価格6000万の建物の請負工事契約を締結し、まあ、長期請負ですね。で、直ちに、工事に着手した。そして本工事契約はここですよね。大事なことはね、成果の確実性が認められるため、つまりさっきの3つの要件があるため、決算にあたってちょっとこう引っ張っていきましょうか。工事進行基準によって収益を認識すると、はい、ありますね。進行基準使ってますよね、いうのを言ってるわけです。はい、そして次ですね、なお工事進捗度は、はい、原価比例法によって見積もるって言ってるんですけど、これ気にしなくていいです、基本的に。名前は一応しておいてほしいんですけど、原価比例法っていうのはさっき喋った方法なんですよ。ね、でこれからはやって方法も原価比例法って言います、ね。だからあんま気にしなくていいです、計算の方法自体はね。名前は一応しておいてですよね。原価比例法っていう方法で実はさっきやってました。で、当期の実際、発生原価は1234万。はい、全て適正に処理済みですよと、あとでちょっと仕分けで確認します。で、時期以降の見積もり工事原価は3566まであり、当期中に工事代金の支払いは行われていませんよと、ね、いうことで、一応問題文の方は確認しました。じゃあ改めて、ね、下書きも書きながら喋っていきたいと思います。はい、じゃあいきますよ。まずですね、これもちょっとタイムテーブル書きます。こうなります、今回の場合は。今、まずね、請負いました。ね、請負いですね。請負いです。これが6000万ですかね。6000万で今、請負いました。ね、まあ、こんな感じで書いてください。請負い価格ですね。請負い価格です。まあ、ちょっと将来して請負いしか書いてませんけどね。要するに売上高です、これは。ですよね。で、次です、はい。で、さらに今回は工事原価ですよね。工事原価のまず見積もりがですね、3566万だよって言ってるんですよ。
したがってここですね、まずね、見積もりの、あくまで見積もりですよ、実際分かりませんからね、はい、この見積もりのですね、うん、金額があるんですけど、これはね、あの3566万じゃないですね、ここね、違うんですね。なんでかというと、ね、6000万で請け負ってですね、すぐに着手して工事スタートして、そして頑張って仕事やって、ね、まあ、今回これ決算になってるんですよ、今ここ決算ですよ、決算、ね、で決算はこうですから当期はこうですよ、当期のですですよね。そして実際に今年発生した金額がなんぼですかねというと、これがあくまで1234万って言ってるんですよ。したがってこうですよね、当期の実際ですよ、実際の発生原価ですね、今実際原価ですね、この金額が1234万って言ってるんですよ。要するにいいですよね、ここからここまでですよ、ここからここまで、ね、うん、そして一生懸命頑張って働いてみた結果、一生懸命頑張って働いてみた結果ですね、ここの決算日から見て、この決算日から見てですね、次ももちろん働いていくわけですよ。そうですね、原価が発生するんですよ。でこの時期以降ですよ、時期以降に発生する、ここもあくまで見積もりなんですけど、この金額がね3560万って言ってるんですよ。時期以降じゃん、時期以降に発生するだろうという見積もりなんです、こいつは、ね、さてこれが、はい、時期以降ですね、時期以降の見積もりの金額なんですよ。ここまでいいですか。そうするとですね、あくまでも遡ってみると、最初の段階でいいですかね、請け負って6000万でやってくださいって、分かりました、やりましょうかっつってやって、この段階じゃん、この段階の見積もりの原価はなんぼですかねと言うと、まだ働いてない人ですね、まだやってねえ時点での見積もりはこれとこれ足したものなんですね。要するにこれじゃないですよね、確実にこれではないんですよ。働いた結果、1年間だけ働いた結果、ああ1234万出たのかと、でこの時点に立って、今こうですよ、今計算でこうですかね、この時点に立ってみて、時期以降で出てくる、これからプラスで出てくる金がこれやという見積もりをやってもらうわけですよ。ちゅうことは、請け負った時点での総見積もりの原価はいくらですかと、これそうね、総見積もり、全体的な原価は何もですかちゅうと、こことこう足した数字になりますよね。そうやらざるを得ないですね、この問題の場合は。それしか数字ないんだから。ということなんですよ。いいですかね。したがって計算の方法としてはね、ちょっとこれ色変えてみましょうか、こいつとこいつを足して出すんですよ、これ、こういう出し方します、ね、そうするとこれ4800万ですかね、足してみるとね、ということなんですよ。ここまで OK ですかね、うん、であとはですね、当期の収益をちょっと計算しましょう、ね、原価がこれで分かったんで収益を計算します、はい、であとはさっきと一緒です、ね、一応計算書きますけどね、6000万かける6000万かける、ね、これでしょうね、見積もり総計がね4800万、
で、コード終了ね。これ1年目ですから、ね、はい、ということで出てくる数字が回答ですということなんですよ。ね、じゃこれで計算しましょうか。ちょっと金額でかいですけどね。計算してあげると1542万5000というふうになると思います。金額がでかいからね、あの6000万はいいんですけど、ここね、あのなんだ、消しちゃっていいですよ、3つね、0分ですね、消して計算した方が多分いいです。要するに進捗度が出ればいいんで、工事進捗度ね、これ出しましたね、これ出しましたというふうに書きます。でとりあえず答えだけ書いておくと、ね、あの何が取られてるのか、これ仕分け書きなさいだから、ね、収益の仕分け書きなさいっていう問題なんで、ね、したがって数字はこれでいいですよね。1545、ね、で、ちょっとまず普通に仕分けやっちゃいますね。貸し方売り上げで、ね、普通にやった場合は借方売り掛けですね。普通にやった場合お金もらってねっつってるから、まあ、普通にやった場合ね、売り掛け売り上げですよ、普通だったらね、うん、ところが今回はね、これ建設業経理士ですか、あと建設業の話なんで使う勘定科目違いますよね。売上と売掛じゃないんですよ。売上、ね、売掛と売上じゃないと。でさらにちょっと厄介なんですけど、さっきはね、これ完成工事未収入金とね、完成工事玉ってやったじゃないですか、建設業界とか、ね、それがあればいいんですよ。こう完成工事未収入金で、こっち完成工事玉ってあればいいんですけど、はい、じゃあ、あの勘定科目を探してください。それあるのかな、かなっていうと、完成工事未収入金というやつはないですよね。しかし似たようなやつで、そうですね、工事未収入金ですね、うん、あ、なるほど、どうやらこれ使えって言ってたこの人ということで、はい、ここがですね、工事未収入金ってやってください。ね、これは選ぶってやつなんでね、上からね、選ぶってやつなんで、今回はこれを使わざるを得ません。いいですかね、うん、そして、次ですね、今度は貸し方いきましょうか。じゃあ貸し方になりますかね。この中でいくと、まあね、工事収益しかないかなというふうになりますよね。この中でいくとね、この中でいくと、したがってここはですね、工事収益と書いてあげればええという、こういうことなんですよ。ね、これが全件一級の場合です。建設業2級はこれ出ませんからね。これ出てくることがまずないんで。ね、建設業の2級だったらね、完成工事未収入金とね、完成工事だがっておそらく出てきますから。ね、おそらくちがそれしか出て、それしか出てきたことないんで、これで出てきたことありませんから。これは問題作ってる人が違うからね。まあでも勘定視点があるんでね、それで選んでいただければ結構です。はい、 OK ですよね。でとりあえずこれで一回回答チェックしてもらっていいですか。ね、これで回答チェックしてみてください。
かね、なってますよね、これでね。はい、ということでね、ひとまず一つ終わりましたね。ただね、もうちょっと深く突っ込みをいきたいんで、全県1級を特級だけの目的じゃなくてね、建設業2級、認証2級の本試験終わった後にね、建設業2級するのもちょっとやってほしいっていう意図も今日はあるんで、もうちょっと突っ込んで、話をしますね。ね、何の話なのかちょっと続き書きますから、これ続き。はい、じゃあいきますよ。続き、次の年で、例えば完成したとしましょうか。次の年で完成しましたよ、つった場合の、ちょっと続きの下書きをね、ちょっとこれから書いていきます。はい、じゃあいきますよ。続きは赤で書きます。ちょっと一緒に書いちゃってください。そうするとね、続きはこう書くんですよ。この年で完成したと仮定するんで、ね、次の年はこれが原価です。全部したがって実際原価はですね、これです。もちろんずれときもあるんですけどね、釣れるときはこっちの方で当てられますか。これそのまま書きました。そして次に、これですね。じゃあ収益はなんぼですかねと言うと、これですね。ここからこれ引けば出ますもんね。2年で完成したケースはね、これからこれ引けばということね。チャートボックスセットから4457ですか、ね、はい、ってな感じで出てきました、ね、これが続きなんです。いいですかね。で、ちょっとこれ一旦消しますけど、まあ消さないか、こうしとくか、これちょっと後でやりますから、この続きちょうどで、ちょっとね、仕分けを書いておいてるんですよ。仕分けで喋ります。ね。進行基準のまず仕分けね。これです。進行基準の場合の仕分けと、完成基準の場合の仕分けってやつとね、ちょっとこれから比較をしてきてるんですよ。ね。そうすると、すごく分かりやすくなってるんで。これをベースにしながら、これを前提にしながら調べてみます。はい、じゃあ行きましょうかね。ちょっと一緒に書いていきますね。まずね、1年目から行きましょうか。1年目これです。そうするとですね、まず原価が1234万ですね。ちょっと数字0を消しちゃいますね。借り方、材料などにします。これ要するに材料費とか労費とかね、経費とかね、全部ひっくるめてなどにしておきます。これが、はい、全部で1234ですよね。こいつですね。で、貸し方は例えば現金等ですよね。まあ、現金等ね。ということで、まずね、この仕分けをやってたわけですよ。いいですよね。これ材料費の経費、全部ひっくるめてこの数字だったよっていう話です。ね、で、次に、はい、ここですよね。この材料などがどこ作業かというと、これ未成工事支出金ですよね、普通ね。未成工事、要するに仕掛かり金ですから。だから未成工事支出金に行くんですよ。ただし、ちょっと合わせますね。これね、反省工事って使ってるの、これ。税金は。勘定してみてください。勘定してみると、反省工事ってあると思うんですよ。ありますよね、反省工事。これがね、未成工事支出金、つまり仕掛かり金なんですよ、実は、ね、一応これも知ってもらいたいためにね、念のためこれ喋りました。いいですかね、反省工事とね、あと、完成工事原価と一緒です。あと未成工事支出金は一緒です、ね、仕掛かり金も一緒です。意味がね、はい、じゃあちょっと反省工事を使います。いいですよね。そして次に、この反省工事がですね、
仕掛かり品が減って原価に行くんですよね。原価、完成工事原価ですよ。これはちょっと完成工事原価にしますね、まあ、還元にしましょうか。まあ、完成工事原価ですよ。はい、ここまで OK ですかね。で、実はこの3本ですよ。この3本が実はもうすでに終わってるよっていうのが、この問題文の括弧で書いてある、ね、3行目右端なんですよ。書いてますね、すべて適正に処理済みというふうに指示があったんですよ。すべて適正に処理する。この意味は、この3本やったぞって意味なんですよ。すでにやっとるよという意味なんです、これ。OK ですかね。逆に言うと、これやったぞって言ってなかったら、ね、つまり、限界の振り替えはやってねえよとかね、いう指示があったら、完成工事から工事変化の振り返りやってねえよっていう指示があったらやるんですよ、この仕分け、ね、ここに加えて使う、この仕分けに加えてあげるということが必要になってくるんですよ、ね、いいですよね。さっきすべて指示がね、すべて終わってるよ、これ終わってるよっていう指示だからこれしかやってないんですよ。これやってねえよっていう指示があったら2本だよ。むしろ2本やらせる方が建設業経理者は圧倒的に多いです。建設業経理者はここ2本やるんですよ。収益の計上と企業ね、両方やります。もちろん筋通して考えたらそっちの方が筋通ってるんで、うん、そうですね。だって収益だけね、上げるわけにいきませんからね。収益上げたら費用対応させるっていうね、企業収益対応の原則ですよ。会計あの原則で言ったらね、この収益に対応する費用を計上しませんかって話ですかね、普通は。だから建設業のね、あの加工も解くと分かるんですけど、あの両方書きますからね、もちろんね、普通に書きます。これ全件一級対策なんで、ね、これしかなってませんけどね、ということでした。はい、ここまで OK ですかね。そしてこれプラス、これプラス、これやってるわけですよ。収益の処理、原価を対応したから完成工事原価ということで、ね、これが工事収益って今回言ってるんで、その工事収益にしますね、工収にしますけど、これが15425ですよねってことですよね。15425ですよね。これが未収入金ですね、工事未収入金。ちょっと工事未収入にしますけど、ね、まあさっきやったらこれですよ。いいですよね。これが1年目なんですよ。これが1年目の1年の仕分けです。 OK ですかね。じゃあ2年目いきましょうか。これです、2年目の仕分けね、はい、ちょっと2年目の仕分け自分で1回やってみてください。これ参考にしながら結構ですから、ね、ちょっと同じ仕分けなんですけど、ね、数字が違いますよ、ね、ちょっと2年目のやつやってみてください。ゼロ見つけちゃって結構です。
まあ数字はこれしか使えませんから。で、昭和県も全く同じでね、一期と今日の一緒です、全く一緒です。ね、ってな感じで仕分けをしていくと思います。はい、ここまでまずですかね。これが進行基準の前ね、これが進行基準です。はい、で次に完成基準をね、これから喋りますけど、完成基準でやったらどうなのかなってこれから喋ってるんですけどね、まずちょっとこっち書きたいんで消していきますけど、消す前にね、ちょっと完成基準のイメージだけしますからね。これ仮に完成基準で下書き書いたとしたらどうなっちゃうんですかっていうと、完成基準で書いたらですよ、完成基準で書いたらね、基本的には、まあ、後でちょっとしっかりやりますけど、ここまで完成基準の場合ですよ、完成基準の場合は、まあ、ここまで一緒なんですけど、完成したときにドカンと全部上げちまうっていう方法なんで、完成基準は。だからここですよ、ここですよ。これ全部6000万ってやっちゃったね。ここゼロですからね。完成基準はこれゼロですよ。ですね。で、これね、原価。まあ、今回たまたまね、見積もりと実際同じになってますけど、こうですよ。ドカーンと全部こうで発生して、ここからこれ引いて利益出すっていうだけですからね。だから完成基準の場合は大したことないんですよ、下書きは。それから書かなくても大丈夫なんです。ね、これですから、一応書いたとしたらこうですよ。書いたとしたらね、書かんでもむしろいいです。完成基準の場合はね。これでイメージが終わりで、これイメージだけでいいですから、実際別にこれも変わらないですからね。完成基準は別に下書きいらないから、ね、全部最後の年にやっちゃうみたいな、ね、はい、で問題は仕分けの方はやりたいんで、ちょっと仕分けはね、これから書いていきたいと思います、ね、はい、じゃあちょっと消し合わせていくからね。じゃあ隣にね、じゃあ完成基準の前どうなるのかということで比較をしていきましょう。これやるとすごくよく分かってくるんで、こっち進行基準の場合、こっち完成基準の場合、ね、はい、じゃあ行きましょうか、ね、まず1年目ね、これ全く同じですよ、全く同じね。だからこれどうします、全く変わりません、どうさ、ね、でこれも変わりませんね、未成功時に振り返ると全く変わりませんが、どうさにします。この2つは全く変わりません。いいですよね、うん、じゃあこいつはどうですかと言うと、これ完成基準の場合はやらないですよね、やらないですよ、だから仕分けなしです、これほっとくということですね。だから未成功時好きに残ったままになりますよね、仕分けなしですから。でもちろん、はい、このね、原価の振り返りは仕分けなしだし、収益の方もやるわけありませんから、仕分けなしですよ、ね、だからこうなしなしですよ、これ完成基準されましたね。だからこの2つの仕分けはもちろんやるんですけど、完成だとかね、進行だとかやりますけど、原価の振り返りはしねえと、こういうことですよ。いいですかね。じゃあ2年目いきましょうか。はい、じゃあこれはどうするんですかっていうところでやりますよね。まあ、普通にやりますから。だから借り方、あ、動作ですか。動作です。2本目も同じなんで動作にします。こう同じ。全く同じにやります。はい、ではいよいよ。ね、完成した時の仕上げですよ。はい、じゃあいきますよ。今回はですね、完成した時の仕分けで、
2年目に完成したんでやるんですよ。やるんですけど、どういう仕分けになるんですか。ちょっとこうですよね。反省工事があるんですね。まず貸し方に行きますよね。まあ要するに今週分けするわけですよ。貸し方反省工事で、借り方完成工事原価ですよね。要するに売上が振り返ってる人ですよ。問題数字ですよ、数字。はい、じゃあ数字はどうなるんですかっていうと、こうですよね。うん、まあ反省工事原価に計上されているこれですね。11,340とこちらで反省工事原価で計上したこれですね。33,360ですよ。これ合算したら4,800ですね。4万1000か。4万1000ね。はい、したがって貸し方、反省工事が48,000なんですよ。ね。で、借り方工事、完成工事原価が48,000ということで、ここで初めてこれ原価が出てくるんですよ、こうやって。ね。いいですよね。で、もちろんこれで収益も計上しますから。だから、貸し方がですね、まあ、工事収益ですか、これね。ただしこれ6000万ですね。全部開けますからこれ最後の年ね、6000万、ね、で借り方がね、完成工事未収入金6000万とね、いうことでやっていくのが工事完成基準なんですよ。いいっすよね。こんな感じでね、仕分けまで、一連の流れをですね、仕分けまで比較するとよく分かってきます、こうやって。ね。ち、う、ゅ、ん、うことでね、これ実はさっきのその1の動画ね、まあ、この前の動画ですけど、講義ですけどね、聞いてきてると分かりますね。感情とか一生懸命書いたから、結構分かりやすくなってるんですよね。ちょっといきなり仕分けでやっちゃうとね、少しうんってなっちゃう可能性が出てくるんで、一応前振りとしてね、さっき1本目の動画として喋ったんですよ。ちょっと基本ですよね、まあ、今回はね、今はこれ鮮明に分かると思います、ね、申告順とね、完成基準のね、流れもはっきりと分かると思います、ね。で、泊まり取った仕分けはここだけですよと、ね、ここだけが泊まり取ったんですと、この問題は、うん、これですね、泊まり取るここです。全体を今やってみましょう。じゃあいいですよね。だこの問題通じてね、一応復習とね、理解を兼ねてね、喋ってみました。はい、これがね、まず1問目です。仕分け問題であります。はい、ではいよいよ最後です。こいついきましょう。187回の第4問です。ね、こちらに行きたいと思います。